CH2020 今週もお付き合いいただきありがとうございました。さあ今日は、お題はですね、上越市のフェリックスさん、いつもありがとうございます。今日は海の日ということで、海に行く時の紫外線、日焼け対策、あとこれは絶対に持って行った方がいいというおすすめのものなどを話してみてはということなんですけど、うん、海に行く時の日焼け対策ありますか、千景さん。完全防備で行きます。水着にはならない。はい。そうなんですね。日焼け止めを塗って、はい、つばの広い帽子かぶって、うん、サングラスして、うん、まあ今はマスクもしなきゃか、はいはいはい、ね、そうですね、行かなきゃですね。だからそっか、長袖着てます必ず、はいはい。じゃあ海には潮風を感じに行く専門みたいな感じですか、千景さんは。なかなか入らないね最近ね、もう若い時は。そうなんですね。入ったけどね、うんうんうん、入るならダイビングしちゃいます。あ、いいですね。それはもう日焼けの心配はないですもんね、入ってる間はね。焼けるの。え、海中でも焼けるの。そうなんですか、うん、しかもウォータープルーフにしとかないと、うん、落ちて全部落ちるから。そうか、上がった瞬間ジリリッと来ちゃう。そうなんです。あ、中でも焼けるし、うんうん、太陽が照ってるとね。そうなんですね。しーちゃんは。私は強い日焼け止めに頼って、あとはもうあんまり気にせず遊んじゃうタイプで、はい、いつもここら辺がなんか焼けてんなみたいな感じで、後悔の夏の終わりみたいな感じになっちゃいますね。それね、後から出てくるから ね、 あ、ね、やばいやばい。もう私アラサー、うん、今年30だから気をつけようと思ってはいますけどね。お肌はもう25でも上がってますからね。はい、はい、もう後からそのビタミン C をたくさん取るようにします、私は。うん、はい、あんまりおすすめはできません、はい。でも皆さん楽しい夏をお過ごしいただければなと思います、はい。今週もメッセージたくさんいただきありがとうございました。バイバイ。